おとといから続く記録的な大雪、道内各地に爪痕を残しています。大型店の屋根が雪の重さで潰れています。店先の屋根が崩れたのは、札幌市北区のホームセンターやスーパーが入る商業施設です。店舗内から撮影された写真には、雪に押されるようにして外れてしまった自動ドアも、さらに一部の窓ガラスが割れてしまっている状況も確認できます。夜中に崩落が起きたため、巻き込まれた人はいないということですが、店舗の一部は当面の間臨時休業となりました。いや、びっくり。結構魚は買いに来てるので、ちょっと、大変ですけど。また千歳市でも路線バスの停留所の屋根が倒壊。バス会社によりますと、市内のバスは昨日から明日まで終日運休となっていて、けが人はいませんでした。やばい、除雪が入ってません。道内は午前10時までの48時間で、恵庭の島松で78センチ、千歳で69センチなど、各地で降雪量の記録を更新。車はすれ違いできません。ようやく今1台やっと通れています。2日間で34センチの雪が降った札幌でも、除排雪が追いついていない地域が散見されました。市民の足となるはずの路線バスも、そのほとんどが運休のまま。さらに住宅街では、家々の前には大きな雪山ができています。休日にもかかわらず、朝早くから雪かきに追われる多くの住民の姿が見られました。ストーブはもう止まっちゃうしね、大変です。煙筒が埋まっちゃって、ストーブが消えて、もうよく一酸化炭素なんでしょ、あれが心配でね。こまめに雪かきをしていても、排気筒がすぐに雪で埋まってしまうといいます。さらに窓の外には雪が積もり、換気をすることもできません。もう2回止まってんですよね。あ、そうなんですか。もう不完全燃焼で、私は死にたくないしなと。何度も排気筒を点検し、気が休まらない日々が続いています。一方、昨日228のすべての便が欠航となり、利用客650人が一夜を明かした新千歳空港。2時間も寝てないんじゃん。そうですね、夕方の便で今のところは飛びそうだけど、荷物もあるから、息子と交代で寝てるような感じでしたし、ここまで降るとはさすがに。今日も73便がすでに欠航となっていますが、東京や大阪などとを結ぶ一部の路線では運行が再開されました。 JR も札幌、旭川を結ぶ特急や函館線の一部などで徐々に運転が再開しています。すでに830本の運休が決まっていますが、快速エアポートも今日中の運転再開に向けて除雪作業が進められているということです。雪のピークは過ぎたものの、明日以降も引き続き吹き溜まりによる交通障害などに十分注意が必要です。